トです。好きな人と電話したいな、手つなぎたいななど、好きな人とやりたいことっていっぱいありますよね。今回はそんな好きな人としたいことを叶えるまでのメカニズム、注意点、使える心理テクニックを紹介します。このチャンネルでは聞き流してるだけで、賢く生き抜くための心理テクニックが使えるようになる情報を発信していきます。これからの人生、俺は心理テクニックなんか使わずに気合で乗り切るんやって人は、嫌でも心理テクニックが使えるようになっちゃうので、チャンネル登録しないでください。ではまず想像してみてほしいんですけど、今あなたが好きな人としたいな、でも断られそう、難しそうだなって妄想してる、いや想像してることの 99% は付き合ったら叶う願いじゃないですか。他にもまだ好きな人と話したことないけど、毎日話せるだけでも嬉しいなって思ってる人、その好きな子とクラスで一番仲いい男友達になれれば、自分からわざわざ話しかけに行かなくても向こうから話しかけてくれると思いませんか？今の関係値だからその望みは叶ってないけど、もっと仲良くなれたり付き合えたり、相手が自分に恋に落ちてたら、望みの 99% は叶う望みばかりです。でも逆に相手が全然求めてないうちに自分がやりたいことをしようとしてしまえば、相手との距離を詰めることはなかなかできません。例えば好きな人と毎日 LINE がしたいって思って、あなたは毎日 LINE してても、向こうからしたら苦痛なんてことはよくある話です。だからまずは自分がやりたいことはぐっとこらえて、相手がしてほしいことだけをし続けるようにしましょう。目先の自分のやりたいことを我慢して、相手のことを考えて行動すれば、むしろ相手から求められるようになります。相手に求めるだけの恋愛はほぼ破局すると言っても過言ではありません。ここで注意点は、相手のためを履き違えないようにすることです。親とか先生にお前のためって言われて腹立ったことありませんか？なぜかそれはあなたのためと言いながら、こういうことをしたら喜んでくれる相手であってほしいという自分のエゴの押し付けになってしまってるからです。女性の方が未来を考えて恋愛する傾向にあるので、こういったあなたのための押し付けを一回でもしてしまうと、今後もそうなのかなと思わせてしまい、一発で恋愛対象外になってしまう可能性があるので気をつけましょう。とは言ってもこれはなかなか難しいですよね。特に好きな人に対しては、なぜか、なんであんなこと言っちゃったんだろう、本当はこういう気持ちなのに全然うまく伝えられなかったってなってしまうこと多くないですか？これには深いわけがあります。恋は盲目はあながち間違っていなくて、恋愛状態にあると人間は麻薬中毒者と同じぐらい考えられない脳になっているんです。知能レベルはチンパンジー以下だと言われています。好きだった頃はめちゃめちゃ可愛く見えていたのに、好きじゃなくなった途端そうでもなかったなってなるのも、チンパンジー状態の脳が正しく相手の顔を認識できず、自分が好きな人だから可愛いはずだろうというイメージによって美化されているからなんです。話を戻しますが、ただでさえ相手が求めていることをしっかり考えて、相手のメリットになることをするのは難しいのに、チンパンジー状態の時にそれをやるのは不可能と言っても過言ではありません。チンパンジー状態の時はもう諦めましょう。ではどうすればいいのか、それは好きな人と話していない時にどれだけ本気で準備できるかにかかっています。もちろんどれだけ準備していても想定外の質問やシチュエーションは必ず起きます。なので最低限これだけはしよう、これだけはやらないというルールを決めておくようにしましょう。例えば好きな子と話す機会ができても、話が盛り上がるまでは LINE 交換しようって切り出さないとか、仮に向こうの返信が遅くても返信が返ってくるまではこっちから LINE しない、あの自分が好きな人の前でやってしまいそうな言動を事前にルール化して、それだけはやらないことをメモしておくようにしましょう。メモかめんどくさいなって思ったかもしれませんが、目先の手間を取れる人が最終的に自分のやりたいことを叶えるんです。別に恋愛に限って話ではありません。こんなことしたい、あんなことしたいってみんなやりたいことはあるのに叶わなそうだなと思って諦めた経験はありますよね。本当にやりたいことを諦めるその我慢を、目先の嫌なことをこらえる我慢に使うようにしましょう。結局目先の嫌なことから目を背けなかった人だけが、恋愛だけでなく勉強もスポーツもビジネスでも自分の本当にやりたいことを叶えるんです。例えばチャンネル登録してください、低僕から言われてもめんどくさいからいっかって目先の感情が起こるかもしれませんが、たった1秒の手間で今後僕から心理学の情報を誰よりも早く確実に受け取れるようになって、そのテクニックで好きな子を振り向かせたり成功するきっかけになれるんだったら、この目先の手間は我慢してぜひ登録してほしいです。まとめ、まずは目先のやりたいことは我慢して、相手が求めていることをやり続ける。そうすると相手との距離感が近くなって、少しずつ自分がやりたいこともできるようになっていく。恋愛状態になると人間の脳はチンパンジー以下になってしまうので、好きな人と話していない時に最低限のルールを決めておく。やりたいことを諦める我慢はいらない、その我慢を目先の手間を我慢することに使う。そういう人が恋愛だけでなく他のやりたいことも達成できる。どうでしたか？今後も僕のチャンネルでは恋愛だけでなく全てのことに使える心理テクニックや考え方を発信していくので、こういった情報を誰よりも早く入手して見逃したくない人はチャンネル登録だけしておいてください。そして最新のショートムービーや今まさに僕が思っていることや学んだことをいち早く知りたい人は、概要欄からインスタ、TikTok、Twitter のフォローもよろしくお願いします。少しでもこの動画が役に立ったと思ったら高評価もお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。